トリちゃんです。ケンちゃんです。ユウちゃんです。イクちゃんです。ナガちゃんです。僕たちの遊び場。今回はですね、ある説を検証したいと思います。何？説？ 2.5 次元俳優は難読漢字を読める説っていうのをね検証したいと思います。ほうほうほう。難しい。なんかファンの方々もやっぱそのいろんな作品で僕らがねやってるから難読漢字を読めるんじゃないかっていう説がいろいろあるらしいんで。まあ、バカにすんじゃねえぞ。こちとら30なっとん。そうですね。確かに。みんなよりはいろんな漢字と出会ってる。確かに。まあね、ということで今回はですね。難読漢字クイズを10問出題して、結構ある。本題の漢字には僕たちの誰かが関わった作品に出てくる漢字が入ってるという。でもそれやめてほしいな。ミスったら偉い。確かにいろいろ出ます。東京物理の多いから偉いこと。でもあくまで皆さん全問クリアを目指して頑張って、はい、行きましょう。一番少ない人にはですね罰ゲームがあります。おお、これもガチ勝負ですから、ね、はい、中卒には負けんなよお前ら。だからドリルとかやったことないだろ。なんでそんなニコニコしながら言ってんの。はい、じゃあまず1問目お願いします。呼ぶのはいけね。誰？はい、僕は分かりました。誰関係？いや、誰関係か分かんないけど関わった作品が入ってるってことだから四字熟語じゃん、これ。はい、分かりました。はい、書けました。あれ、まだですか皆さん。あれ、俺も真剣に行くよ、はい、さあ、ゆうたろうさん、フリーズ。トール？渡辺徹さん。トールくん、あれ一文字。渡辺徹さん。書けました。書いた。せーので行くよ。せーの、じゃん。お、一緒だけんすけど。ちょっと、俺、まず鉄道鉄尾って書いてある。はい、三人ね。で、ゆうたろうが何で言う？鉄と鉄尾。鉄と鉄尾。そういう宇治熟語だろ。鉄と鉄尾。鉄と鉄尾。になんでの鳥さんは？鉄と鉄尾。裏鉄に出てきそうな名前。そうやな。鉄と鉄尾。じゃあ正解は？おもろ。鉄と鉄尾。はい。刀剣って書いてあるよ。だから鉄って字がね。そうなんだ。じゃあ合ってるやん。鉄。まずおなんです。ビとおが違うのあなた。合ってるよ。はい、じゃあ続いてお願いします。あ、もうこれいける。これだって。はい、僕演じました。あ、言うなよお前。あ、でもどこで演じました？知りませんけども。もうみんなが分かるよ。あ、でもね、ちょっと濁音が怪しいかも俺。多分そうだと思うけど。いや、濁音がちょっと迷っちゃう。これで合ってるのか。いきますよ。せーの。いけるな。お、みんな一緒？あ、ケンスケだけ。いや、俺濁点ついてる。ずーでしょ。あ、おもろずき。はい、正解はおいしぇー。しょ、これどっちも正解。あれが正解。人参大学やってるから。出た、おもろステップ。それで移動するもんな。てれんてれんてれん。チューリヒュラー。チューリヒュラー。ステップ立ちましたから。先輩らがみんなそのステップ大好きやったから。へぇー。次お願いします。あー、ちょっと待って。はい、来ました。え、聞いたことあんの？分からん。なんかこれはちょっとあれでしょ。やばい、やばい。しかも多分ゆうたろう聞いてくれてるはずやから。ゆうたろう見に来てくれてた。いや、そうなんですよ。あー、いやー、これちょっと待って、俺ダメだ。じゃあ行きましょうか。せーの、迷ってんけどな。おー、やった。やったー。ささめゆき。ささめゆき。ささめゆき。細ゆき。細ゆき。細ゆき。シンプル方式ね。再説。再説。再説。新説みたいな感じで言いやがって。回答は。さあ。イエーイ。はい、ささめゆきです。文豪か。キャラクターがいい。そう。あの、技の能力です。能力ね。谷崎のね。あぶねー。はい、次行きましょう。これわかるやろ。やべ。これ神社のあれじゃない？いや、違うんよ。え、違うんか。やべ。でもね、どっちも奇変なんだよな。これやべえ、ケンスケやばいな。これ俺多分これね、これ髪の毛系？髪の毛系？パンテーンとかすること。パンテーンって言うのこれ。おしゃれ。これちょっとやばいね。こっち楽しいね。せーの、じゃん。え、みんな違うじゃん。希釈、希釈。これ分かんなかった。絹塚。絹絵。絹絵、お手柄。手柄。これ取り込んでみたらかっこいいよ。お手柄。正解は、お、来た。やべ。え、ねえじゃん。うわ、あ、ネズコ合ってるか。お手ギネのお手じゃなかったんっけ、それ。いや、お手ギネのギネ。あ、そっちや。あー、で、僕ら完全にね、あっちだと思ったね。口薄くところだと思った。難しい。やべ、うぶね。やべ、ようやくウォーミングアップできてた。あ、それ最高。そろそろ30歳出そうかな。次参りましょうか。あ、これはもう、これはえ、きっかけとかじゃなくて、きっかけも考慮して。わかんない、勝手に引っかかってる可能性あるですね。せーの、じゃん。なでしこ、なでしこ。おー、行こうと行こう。なでしこ、なでしこ。正解は、あぶね。なでしこ、なでしこ。お、あ、ゴラカレか。ゆうたろのやつ。なでしこって役が、女の子の役がなでしこって。はい、じゃあ次お願いします。次。えぇ、うわ、えらいことなっとる。これはえらい。これはでもさ、そういうことだと思うんだよ。
こんな感じ見たことないです。これ偉いことなっとるの。これ俺だちゃんとしないとダメです。頭痛なってたわもうこれ。山入ってる。山月ってすごいな。は？山がいっぱい入ってるって意味だよ。いきます。せーの。はい、どっちか迷ったな。アンデス山脈。アンデス山脈。でその隣はアルプス。水根山 山脈、ヒマラヤ山脈、崑崙山脈。みんな違う山脈で。本当にある山ってこと？世界見ますか？どうぞ。崑崙山脈。初めましてだな。俺ちょっと知らないよ。方針演技っていう作品の出てくる。でも合ってるわ。なんだよそういうことじゃないんだ。合ってる。部分点とかない。やばいちょっとこれ難しい。確かに下だけ見たら崑崙ですもんね。そうだから。あそのままでいいよ。そう考えたらいけた可能性があるっていう。じゃあ続いて。これね、ちょっとこれ系難しいですよね。なんか真剣な感じの問題来たの。ちょっとわかんないな、これちょっと恥ずかしくなってきたな。ってことはこれはほんまのガチな感じ出てきたね。これはでも動詞ってことでしょ。はい、書きましたか。書きました。せーの、じゃん。こだわる、溶ける、溶ける、溶ける、触る、つかさどる。絶対ちゃう。いや、触るもね、俺思ったんだよな。なんかね、こだわるあると思います、俺。これ誰の作品なんでしょうね。作品というか何のあれ気になるね。答え見てみる。見ますか。とえぇ、いや二人岩通し。あーこれはちょっと最近あの舞台上で岩通しと会ってねえんだよ。そうなんだ。いやしかもこんな感じやったよな。いや難しい。めっちゃむずいわこれ。うわ惜しかったな俺たちが。全員あかんかった。ということでじゃあ次。なにこれかっこいい。あれ感じ、やべえこれ、やべえ。え、なにこれ。りょうきも関わったやつやん。はい、僕に関わったやつ。ちょっとりょうきの関わった感じ全部むずい。難しいのよ。ちょっと有利かも。これでいけんのかな。やばい、ポイントちょっと増やしてほしい。むずいから。せーの、じゃん。定段高段。お前一番ふざけてるの俺な。高段かメルル迷ったんすよ。メルル、ヌルルって書いてない。お前お前、目と目間違いがすごいんですよ。あれだろ、目って間なのか。答えいきますか。はい、よかった。定段だよ。定段。俺も文豪なんだ。三者定律って言葉が。あー、言ったそれ。多分、そう、お前来てんのよ。そうだ、定律の定だ。そう。うわー。3つ以上の多分ぶつかり合いとか、3人以上で会話するときは、対談じゃなくて定段って使うと思うんです。うわー。次お願い。かっこいい。そのまま。いや待ってよ、ちょっとやべ、これはやだ。何の作品だろう。2パターン出てきた。ね、どっちかっすよね。何、わかんない。いやでも賭けに出よう。俺はこれでいった。でももうコントしか読めない。いきます、せーの、じゃん。王林、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 王林。はぁ、さあ正解は王林。よかった。およかった。りんちゃん、りんちゃんの俺がやってた役だから確かに。そうだね、するやつあれでしょ。大阪やばいってって叫んじゃう。あ、そうだそうだ。うわ、懐かしい。そうや、懐かしい。次ラストは、ラスト100ポイント。そうだ。なんでやねん。おい、後悔しろ。ラスト100ポイントって言ったやつ。真ん中をどう捉えるかだな。一つのあれは分かってんのよ、どれにこう関わったか。そうね、もう一番成績悪かった人ですからね。てかもう分かんなくなって、今ちょっと結構接戦になってるのかな。でも俺本当にこれでゆうたろうに俺負けることがあったら結構きついぞ俺。はい、せーの、ドン。あー、ニョアイド、カード、ガランド、ガランド、カアイド、カラアイド。分かんないな。はい、正解はガランド。ガランド。イエーイ。てか刀剣なんだ。刀剣、いやずっと刀剣外してます。いやいや誰の何だって。オークリカラの。オークリカラっていうのは分かったけど。あー、オークリカラ。ということで、すごいな、よう知ってんの。これ面白い。やはりね、ずっとできるかもしれない。これ面白いわ。今で呼びたい。知ってるかも、ね、はい、結果がということで、ゆうたろうがビリです。おい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 、お前中卒と並んでんだぞ。やっぱお前、青学ちょっとこれから二度と言わんといてゼロ。確かに、まあ、経済役部だから。よりやる感じ使うやん。数字の方が多いから。よりやる。優勝したのが、りょうきの8ポイント。8ポイント、おぼえ、おぼえ。なんか、あの、気持ちいい気分で帰れそうです。罰ゲームは、じゃありょうきくんが考えてたら1位だから。じゃあ、こっからの収録、2人とも腕っこに漢字書いておこうか。地獄や。うわ、筋肉マンみたいな。うわ、コンペとかにします。あ、全然いいよ。顔の一部にとかにする。全然いい。え、ぬ似合いますね。ねえ、だってぬでしたもんね。あ、そうだね。本物のぬだ。てか、ひらがな男子3人おるやん、ここに。そう。一番時間を共にした人ですからね、りょうきくんはね。そうだよ。だけ時間本編全然いなかったんだから、俺ら。